あああ、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 よいこさんおはようおはようじゃんおつかれ今日はね2019年の3月の30日、えー、22時52分ですよろしくお願いしますにできたキャーキュア作ってもらったキュアキュア よろしくー魔法が解けたよみんな魔法が解けちゃった魔法が人間に戻ったよただの い,いでしゆうよいこさん今日作る配信はしや、うん、すごいでしょいいああ<ー>いいえおいい,い,いすごいよねすごくないアップで見る完璧なキュすごいよねああキュバを手に入れました 僕は神様と会えなくなったんですが神様とは会えなくなりましたが牙を手に入れました人生は不思議ですうん人生はとっても不思議ですすごいよねああ うん、うん。うん。はい、ワトツ、エネいらっしゃい。ワトツ。いらっしゃい。バカ、ありがとう。 昨日何かあったっけ昨日って何だったっけ昨日は、ああ昨日はあれか。振られたえ、昨日今日だっけ今日だっけ振られたんだよね俺。いや、人間に戻っちゃったよ。せっかく悟ったのに。残念だね。 約6日間の旅だったねあ,あ、痛い痛いてあ、キバキバキバマイキバーーサードアイはね、しまったね完全にしまった、うん、もうただの人間になっちゃった あれそれみんなに話してなかったんだっけ山田、ま、今日初めて話すんだっけいやー夢のような体験だったねもうただの凡人ですみんなよろしく1 <laughs> 週間ぐらいちょっと旅に行って帰ってきましたいやーすごいね人生って不思議だな 何をやったとかじゃなくて何をやったじゃなくてどんな体験をしたかも思い出せないよね。すごく不思議な体験だったけど。 その木場いつまで有効なのこれは壊れるまでだね。これはねえっ、ー、とね狩り場を作る時の歯で簡単に言うと壊れるまで。丁寧に使えば56年は使えるんじゃないかな。ただその歯並びによって相性があるらしくてこれは歯並びやないから作りやすかったって言われたよ。いやよい子さんだからつながってるんだなってつながってるんだなって思うよね。運命って不思議だよね。 にかかやってこれで喋れんだほらすごくないすごいよねーいやでかきっかけでー開会たれるなぁほ,ほら取れたマイキーパーいいでしょうこんな発想があるとは思わなかったよね いや世の中は広い、うん、すごいよね世の中広いしいろんなこと考えてる人がいるいろんなことを知ってる人がいるねつながってるねビビるねまあ俺はなんか今サードアイ閉じちゃってるからビンビンじゃなくなってただの凡人なんだけどすげえよすげえ 本当にすげえ世の中なんかねでもね人のことをね好きになったらこうなるんだっていうことがよく分かったね恋って独占欲だからさ画欲にすごく近いんだなーって人,に人を好きになったりすることってこういうことなんだなーって生きるってことなんだね 生きるってことなんだね魔法が使えなくなったよおじさんはただのおっさんになっただから帰ってきてから怒り怒初めて怒ったし初めて怒ったっつうかね初めてイラッとしちゃったし初めてイラッとしていろ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 とあれだわ失ってはもう私あっ金魚姫の疲れ あそうだなんか解放からまたあのしつこくね電話がいっぱいかかってたから相変わらずあの連投なんかすごいことになってるからちょっと電話してあげようか普段だったら始発するけどもうお願いとか <laughs> すごいから、うん、もうすごいでしょあんだけ言ってんのよまだカキ、うん、ピーの件ですが私は特に食べたくないので写真撮影お願いできますかとかもうすごいでしょこれ。 うん、電話しよう。いや、電話、え、解放できんってなんだ解放できんってなんだろう解放できんってなにあれあラ LINE 落ちた。解放できんってなにできんできんってなんだいもしもーし。 何度も何度もすいませんいいよ別に本当申し訳ないと、はい、いうかあの私今回の件は、はい、私どうかしてました本当にごめんなさいいいよ別にいや本当にごめんなさいだって病気で減らってたんでしょうまあでも病気のせいにはできないですうんいや俺も病気だからいいよいや ダンカン塾にまでメールしたりとかしなんか迷惑かけて大ご、うん、とにしちゃってうん本当に本当にごめんなさいだからいい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 よ,いいよ謝んなくて <laughs> いやっていうかねうんリスバンのことでねわざさん怒らせちゃって、うん、コメントや LINE でうざがらみしてしまったのもねうんでしをやめさせられたくないしだったのそうだったのか うん、そうかごめんねいいよそうだったのかでしょやめたくなかったのか本当はやめたくなかったそうかうんやめたくなかったそ,そ,そうだったのかうま,うまく言えないけどおばさんのことを尊敬してるし好きなあんまりねうん肉 <laughs> みたいな,なんか変な感情が生まれてしまってハモさんにハモにされて そんな,な,なんか俺もここ5日、はいうん、ここ1週間ぐらいいろんなことがあったんだけど、うんうん、愛情と憎しみっていうのは紙一重なんだな、うんうん、いやいいよ解放謝んなくて謝らせていやいいよ解放うん俺も悪いところいっぱいあるし <laughs> 解放一人のせいにししてたし、うん、俺も器が小さかったからさいやそんなことないよいやいや俺も俺で嫌だ,だったりつま、うん平気でやっぱり頼んじゃったし自分の英語でう,ーんうんうんうんそっか <laughs> うんうん 私ね、ワトさんの映画にも出たいし、手伝いもしないの、本当は。本当はそっか、手伝ってよ、じゃあ。うん、うん、手伝う。出て、映画も。うん。うん。うん、オーディション受ける。うん。ありがとね。<laughs> <laughs> だからね、絶縁じゃなくてね、一、うん、スナーとしていさせてもらえない。いいよ、今まで通り付き合おうよ。<laughs> <laughs> もう絶対うざがらみなんでしないからいやうざがらみはえうざがらみはしないのいやだからね、うん、今こうやって電話かけちゃってるのもね時間取らせちゃってるしね、うん、うざがらみはしないのいやだって迷惑じゃんうん <laughs> だから うざからみをしないを具体的にちょっと教えてくんないああだからあの LINE を何度もね LINE は何度もしない送ったりとか電話をバンバンかけたりとかそういうことは一切しないからいや別にしてもいいんとに本当に最低限最低限でいや最低限というか君の最低限は結構あの おあのまあいいよ別に好きにしようよ <laughs> いや最低限って言われてもうん <laughs> うん、うん、だから前に枠にも来んなって言われたけど今日行っちゃってえいや別に枠来ていいよ、うん、いいのでも枠来てもいいし普通にやりたいようにやろうよ当、うん、にうに、ん いいよ。ありがとう。うん。ボンにはコメントとかするなって言われたんだけど、<laughs> いいコメントしても。えボンボンにコメントするなって言われたの？言われたし、今先、うん、自覚やってたんだけど。うん。金魚目と猫<ン>の目と。うんボン。ボンが来て。怒ったの。の でも和藤さんの枠でちゃんと謝罪しなっていうふうに言われて、うん、そ,それはそうだよなって思って私今日平気でコメントしちゃってたしだから、うん、和藤さんにももちろんもちろんそうだし、うん、謝罪もそうだし和藤さんリスナーにも、うん、嫌な思いをさせてしまったから今回いいんじゃないボンもねこの目も金魚姫もみんな優しいじゃん。 み,みんな優しいから今のを聞いて許してくれてると思うよ、うん、全然気にしてないと思うよわか,かんないけど、うん、あの本当に怒ってるかどうかわかんないけど俺の感というか、うんうん、俺の感覚だとあの3人優しいから、うん、何にも言わないと思うよ、うん、楽しくやりなーって言うと思うけどな 楽しくやりなっていうか楽しくやろうって言ってくれると思うよ。みんなで楽しもうって。うん。うん。ほんとごめんね、迷惑かけて。いいよ、全然。迷惑だと思ってないよ。めん当に私嫌がらせなんてね、捨てるつもりなかったの。本当に。うん。いやだから。うん。あんなふうにしちゃったの。うん。うん。 うんうん、なんで1個だけじゃ言わせてもらってもいい、うんうん、なんで柿ピー食べてないの今柿ピーは買ってきてない <laughs> マジかお前さ1ヶ月でさ才能のある配信者がさ、うん、もう閲覧 1,、うん、1700叩き出してたよ400とか<え>バンバンあの俺が恋したねな、うん、何したんだっけあれ猫まちゃん ネコマちゃんすごいことになってる今 <あっ S 1> もう一瞬で追い抜かれたよ、うん、あそうなんだ<う>私今日は15人ぐらいだっ <laughs> えっ <laughs> えうん15人ぐらい15人ぐらいしか見てなくて感じなのお前今え何閲覧15の配信者なのそうクソ寒いさ配信者じゃんそうだねクソ寒いねうん、うん だでもだ本当に身内のリスナーさんっていう感じ、うん、いや身内っていうかただ単にリスナーが離れてっただけでしょ。まあ私も岡崎体育の音楽流して踊ってるだけのつまんない放送してるから、うん、もっとねいろいろ企画とか考えたりとかいろいろしないといけないなと思ってるんだけど。そそっかそっかか まあ,あね,ねこまちゃんって1700人もんあまあキンバエさんがねこまちゃんの絡みでそれぐらいって、うん、ねこまちゃん本人は400人ぐらいだったけどピークいやでもすごいようんすごい子が現れたようんうんうん私も和ゾさんの枠で名前聞いて、うん、知ってうんフォ、うん、ローフォローしといたフォロ,ローと通知入れといたあの子すごい伸びると思うよあほんとにうん そそっっかかあの子はもうすごい。へえーうん、やっぱあってオーラとか違うのであってっていうか俺の枠に来てちょっとピンと来て枠のぞいて、うん、俺もう枠見に行かないじゃん。うん、で枠見に行ったらあなんか引っかかると思って俺珍しく DM 送ったの。うん、まあピンと来たのは別に配信者としてピンと来たんじゃなくて女としてピンと来ただけなんだけど。 可愛かった俺にとってはちょっとグッときたんだけどうんそういうことするとのんちゃん怒るよいやのんちゃんに怒られてるよもう怒られてるまあいいんだけどのりこはねうんでうんとでもさほら俺が好きになる人って変な人ばっかりじゃん正直ね持ってるというかあの俺よりもなんか配信者の才能あるんじゃねえかっていうやつばっかり好きになるじゃんああだからね あ、うん、すげえなーとか思ったよへえー、そうなんだでもねでもね俺も今困ってて悟りを開いたんだよ俺ここ最近うんだから私もびっくりしてそれにでもねもう人間に戻っちゃったの戻っちゃったもん戻ったもんそうでもそれはそれでいい,い,いことだようーんちょっと戸惑ってるかな そう,なのうんやっぱりなんか神様に会えたのに、うん、神様のことを忘れてるからねもう俺ああでも悟り開いたままだったらあっちに連れてくれちゃうかもしれないからあ<ー>人間に戻ってくれてよかったお前すげえな本当に今日それだったの俺ね、うん、あのままだったら死んでたと思う、うん、だからね、うん、あのね,猫間がね、うん 猫マオ好きに誰かを好きになることって生きたいっていうことなんだっていうことが分かった。ああ<ー>。うん。欲望さん。誰かを好きにな、うんだ。だから恋って欲望なんだっていうのを知ったね。あそっか。俺多分死んでたよ。生きてきてくれた<当>て,てくれたありがとう。俺多分本当に死んでたよ。あのマオだったら。うん、だって。 様子が明らかにおかしかったもん。うん、おかしかったって、まあ何、みんなにありがとうって言って、大好きだよって言って、すごい優しくて素敵だったけど、うん、でもやっぱり様子が明らかにおかしかったもん。いやだから本当に悟り開いたんだって。うん、うん。でも,もう忘れちゃったんだけどね。うん。うん、いやでもそれはそれでいい経験じゃん。いやー、複雑な気分。 え何やっぱあっちの世界よかったなみたいなほんとねうんまあほら5日間いっぱい語ったからあの言葉の通りなんだけど、うん、もうねすご,すごかったようん、うん、でももう思い出せないなんか,か夢から覚めたみたいで、うん、向こうが夢になっちゃったあうん えー、でも戻ってきてくれてありがとううーん複雑ななんかね俺ね解放どっから電話バンバン来たじゃん今日電話とかメールそうだね、うん、で俺大事な話してたのその、うん、スタッフの人とか先生とかうんあごめんねそうだからこっちに帰ってきて初めてイライラしたのはお前だったよあ本当に、うん、も,もし悟り、ね、そう悟り開いてたら イイララ絶対しなかったのうんだけど初イライラは解放だったわこっちに戻ってきてだからその時に解放の LINE 見て解放の LINE 見てうわっとしてうっって怒ったのその瞬間ああ俺人間に戻ったんだっていううんそっか初イライラは解放だから本当にじゃあそれ嬉しく受け止めていいのかな分かんない あの分かんないポジティブに受け止めていいのかネガティブに受け止めていいのかわかんないけどとりあえず初イライラは解放だったうんとりあえずね初めてありがとううんそうだねまあなんか今まで通り普通にやろううんありがとううんはいよはいこれからもじゃあ普通に枠みんなに謝罪してから普通に枠行かせてもらうねはい うん、うん、ありがとうあと写真も、うん、あの忙しいと思うけど、うん、あの時間あの空けてもらえたら嬉しいですうんうんうんじゃあお疲れうんお疲れ様ですありがとうはい大好き最後のいらないなはい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 どうもアイテムありがとね。 いやー戻ってくるようにじゃなくてうーんいやゲイじゃないよ赤赤さん全然うん分かんない最後のいらなかったよねうんいやーでもなんか寂しいような悲しいようないろんな体験をしてきたよあーもう完全に人間に戻ったなんかねそれが面白い表現をされてねあの卓球のペコ ペコみたいなもう松本太陽のキャラクターみたいに輝いてて悟り開いてたのに今ね赤塚不タッチの絵になってるっててる言われた <laughs> この前会った時は松本太陽が描くキャラクターみたいに「おいら飛べる!」みたいなもう悟り開いててもスーパースターみたいになってたけど「あ松本太陽のキャラクター来たか?」と思ったら。 赤塚不二雄のキャラクターが来たって言われた <laughs> ちょっと面白いよねいや感情って素晴らしいかいやーすごいなんとも何とも言えない最近どうしてたか最近はね悟りを開いてで今日人間になった1週間ぐらい仏様になってた なんかすごかったねうんね一緒に頑張ろうね、うん、戻っちゃったななんかシルバーも写真も映画も全部うまくいきそうな気がしてたけど不安不安が戻ってきたなーいやー人間だな いや本当に赤赤さんゲイじゃないんだよすごい体験をしたんだけど全部嘘みたいに夢みたいにファーって消えてったあ頑張るよ頑張る頑張る何だったんだろうかなんかだからタイムシフトで5日間自分が言ってた言葉が全部刺さるの自分に意味がわからないの 本当に俺じゃない誰かが語ってるの、うん、でしょでしょいや本当にそうだよね無能の塊さんもう顔が違うので人間に戻っちゃったのがやっと分かったうんんだったんだろうねいつもの俺でしょちょっと性格は変わったかもしれないけど 完全に帰ってきたわ少し変わったけど何だったんだろうあれ何だったんだろうね奇跡って起こるんだね <laughs> 自分の体験じゃないみたいだよ 女の子に振られてっていうか恋をしてたね、うん、こんばんは骨抜きさんこんばんは、うん、でいや本当にねでもね心配してこのまま死ぬんじゃないかと思ってた人結構いたらしくてまあそれも気付いてたんだけど死なないでっていう。 だから俺、うん、正直戸惑ってるけどあの間だったら多分死んでたよね多分ね断言はできるけど確信はない今断言嘘をつかないで話してって言われたら断言はできるけどもう語れない何も出てこないだから実は 絵を描くとかなんだとか言ってたけど俺言霊使ってたんだなっつうか今考えると向こうの言葉を使ってたなって思うもう正直理解ができないの自分であの時は全部理解っていうか頭のなんだろう開いてたっていうかふわふわ浮いてたっていうかもう完全にただの人間でただのおっさんになって帰ってきたよだからまああれはあれで まあ記録を残したってことに意味があるんじゃないかないやーなんか怖いよね <laughs> 怖くない <laughs> 怖くない本当に俺怖いもんなんか何かが取り付いたとしか思えないんだよね貴重な体験だった怖い正直言うと 神秘体験っていうかねいやーなんか怖いわいろんな感情が戻ってきちゃったもんな今悲しいとかイライラとかあるもんな少しずつだから多分また元に戻るんだろうな俺ブロックとかしちゃうのかもしんないなイライラして 許せねえよってなるのかもな分かんないシャムさんっていう方と出会ったのも運命だと思うけどうーんシャムさんが見たら多分あただの人間に戻りやがったって思うんじゃないの分かんないけどでもね最後一つだけこっちに帰ってきた答えもあるのだからそれが死のうとしてたんだって死が呼んでたんだっていうのなの すごい怖い怖話でしょそれだけこっちに持ち帰った答え完全に帰ってきてあ俺死のうとしてたんだってうん呼ばれてたんだよ怖いってこっち側の感覚じゃん今までは向こうは極楽だよって言ってたんだもん 死に取りつかれてたねいい感じとかじゃなくて死ぬの超怖えよね <laughs> 超怖えよね絶対死にたくないよね何なんだろうこれなんでこんなに変わるんだろう連打、うん、の時死を発言してた俺 あれは違うよあれは悟る前だようんなんか怖い変な変なのいやだから貴重な経験だったよああれは俺じゃないからよい子さんいやー いやうん、すごかったね。 迷いとか恐れとか不安とか全部帰ってきてるもんなそうだうんん命は大事にうんうん生きなきゃダメなんだよな やだな花火こずって生きるんだもんな <laughs> やだなアクセの時の普通のワードだったからいやアクセの時は向こう側にいたよいやあのね死もその死もそのね いろいろあるんだよ怖い怖いっていうかなんだろう6月の23だね3ヶ月に切ったなうん どううだろうねわからないでも今のままじゃいけない気がするありがとう、はあ、凡人だな <laughs> <laughs> 凡人だな <laughs> 俺選ばれし者じゃねえんだ 凡人だなポ <laughs> ンコツなおっさんだよただの <laughs> いやー神がかるというのはああいうことなんだろうな凡人だ。 いやー選ばれしものだったと思ったよ髪がかかってたっていうか今はないよ俺心の底から釈迦とキリストとジョン・レノンといい意味でも悪いい意味でだね全人類と釈迦と全部がフラットになって全員と友達になって全員と同じ 境地に立ニルバーナだったからね全くねえわ今ただの凡人だわえ全然選ばれてない戻ったね死ぬの怖いのはうんあでもき開いた時安心してて優しく言って安心したあれは俺じゃないあれは俺じゃない だって俺じゃないもん全部だもんよくよく考えたらあれは何かだよアキラだよアキラくんだよアキラくん俺の中にいるアキラくんが大俺の体を使って喋ってたんだよあラだね完全にいや俺なんだけど昭だな だって俺の考えとかじゃないんだもん、うん、俺の考えとかじゃなくて誰かが喋ってたもんねその全自然能の器は俺だけどねすごいな今で OK なのかね でしょ元に戻ってるでしょやっぱりでしょすぐ分かったもん <laughs> 猫間諦めて振られたと感じた時に戻ってたんだよねなんだったんだろういや俺もう全然別人だと思って本当に怖いの今。 役者のの才能あるんじゃないの俺マジで俺演技じゃないもんあれあれ演技だったら神がかってたよブッダ役でもキリスト役でも何役でもできるよ俺あの状態だったらいやマジであれが役だったらすごくない逆にいや演じてんのやめたのかって言ってるコメントあったけどあれが役だとしたらすごくない いや俺弾いてるもん今何だったのみたいないやーわけわかんねえもういや完全にただの凡人だよーああね いいやだかから今何見ても全然響かないの正直ジョン・レノンのイマジンすげえビンビン感じたけど今見ても普通の PV なんだよね <laughs> 何言ってたんだろう俺神様だったのかなあれ騙されてたっていうか俺がブーメランで俺が客観的に聞けるのタイムシフト怖いと思って。 だから受け入れられないのあの言葉をでもこの人が言ってること本当だってなんとなく分かんないいや分かんないって今分かんないよ「ワドボン」ってやめて「ワドボン」いや貴重なもん見たよね多分5日間張り付いてた人は怖俺と同じ気持ちで見てたんだよね 気持ちいいもよくわかんないけど意味がわからない何一つ <laughs> 俺が言ってたのに5日間ずっと何言ってるかわかんないけどなんとなくすげえって思っちゃうの客観的に何だったんだろうマジで「何これ」って弾くわあれ。 あんな引いてたんだなみんな引いてじーっと「大丈夫か?」って見てたんだな本当に怖あでもねまあこっちで生きてくんだったら「猫間に感謝」だな覚えてるよ覚えてるけど俺の言葉じゃないから引いてるんだって桜水産最近行ってないね ただまだ残ってるものがいくつかだけあるの3つ4つあるんだよ食欲と睡眠欲はまだ途切れてないあの湧かないの俺だってもう何時間起きてんだ電車の中で寝過ごしちゃったんだけどえ何時間起きてる俺猫マと飲んだのがあえ寝コマと飲んだだから36時間ぐらい起きてんだよ だから睡眠欲はその向こうのまんまなの食欲と今日たこ焼きしか食ってねえやあいや信じるとか信じないとかじゃなくてもう信じがたいだね俺は <laughs> 信じがたいなんだったの俺浅井さんでしょあれ浅井ゆき子 顔も違うの顔はね俺はその感覚がそうだからその声も顔も何もかも元に戻ってるっていう風に言われるのが浅井さん状態だったよね本当にね浅井さん何歳なんだろう分かんないもう60歳くらいじゃないかな何だったんだろうああそうだよく覚えてるね うん、だから凡人なんだよだってお,おにぎり2個とつくね食った時はもう人間だったもん全部違うんだこの間のイマジン20日たってた時はだから開いてる悟り開いてる時き。あ5日間の放送怖かったね 何なのこれ。あーもう怖い怖い怖い。何これ。鳥肌半端ねえんだけど。いやー台本であってほしいよ。あれが演技なら天才でしょ。役者で食ってけるよ。何あれ。怖っ。 っいや <laughs> ねえほんとに赤が好きになるか いやだから性欲じゃないけど人を好きになるのって生きるっていう衝動なんだねいやいやいやブルーがいけないとかじゃないんだよねそういうことじゃないもうでも映画みたいな話を体験してきたからね今何も思わない <laughs> <laughs> アレックス・グレイの絵欲しいとも思わないし見たいとも思わないし 見てもただの気違いの絵だよ。<laughs> 何も思わない。ただの気違いの絵。マジで。完全に閉じたの。だからあの状態がわからないわからないっていうだけで開いてたっていうのが明確にわかる。 いやタイムシフト残して配信者でよかったな配信者だったのが唯一の救いで何だったんだろうマジで何にも思わないもんただのチガイが描い,いた絵でしょあれうんいやあれ5日間やってたの亀栓にもう慣れてたの後半は亀仙人は5日目に見てたけど5日間聞かされてたからもうすげえってなっちゃってたの

何本当にいや怖いよ本当にトランス状態変性意識ってやつだからトランス状態だったんだろうねだ死が呼んでたんだよだからコメント書かなかったもんねボンとか感受性強い人コメント書かなかったもん書けないよ俺のこと好きでその普通の凡人の俺が好きで 死の匂い感じたんだろう死なないでってコメントもあったもんワド死なないでってうん怖かったよねいや俺だから今今わかるもんなんだったのあれっていう <laughs> 何なんだろう怖っ いや朝原,原っていうか宗教開けたでしょみいすけありがとう,う戻ったっつうかもうまんま帰った気がついたら俺だったあれ最初は怖受け入れられなくてやだやだあ全部失ったあれ見えない聞こえない感じない頭もあれ っていうあれあれやだやだ向こう行きたいって思ったけどダメだプリンありがとうああ秘密秘密を握るあーお寿司タイムありがとうプリンありがとう